はい、どうも運動指導者の三好と、今回も小さい三好と共にお送りしていきます。はい、あ、やばい、泣きそう。大丈夫？うん？大丈夫ですか？うわー、泣きそう。大丈夫よ。はい。すごい、メソメソしちゃってる。ほら。大丈夫？よし。結構鏡とかに興味が出てきたかなって思いますね。最近目が見えるようになってきたんでしょうね、きっと。はい。はい、で今回はですね、ホットヨガですねについて私の意見ですねを、述べていきたいなと思ってます。はい、でホットヨガですが、岩盤浴と、ヨガの組み合わせたものですよね。はい、でなんかそのどっちのいいとこ取りみたいな感じで、歌っているスタジオが多くあると思います。はい、岩盤浴で体を温めて、なんでしょうね、こうデトックス効果とか冷え性改善とか代謝上げていきましょうとか、はい、またそれに、伴って、まあヨガですかね、はい、の効果も、あ、まあメンタル的にとか言うんでしょうかね、きっと。はい、っていうものなんですけども、否定はしないです。ホットヨガに関して否定はしないですけど、おすすめもしないっていう感じですかね、スタンスとしては。はい、私自身ホットヨガ経験何度かありますけども、汗かいてなんかこう、あ、すっきりしたなっていう感じは得られますね。はい、で、体内の無駄な水分がこう出ていく感じっていうのもありますね。はい、でそれがまたデトックスにつながるかっていうのとはまた、うんっていう感じですね。汗で体の老廃物が出るっていうのは本当もうごくわずかです。多くは、老廃物の多くはですね、便で出ていくものなので、汗でデトックスっていうのはちょっと疑問ですね。はい、でその、ホットヨガなんですけども、なんかこういいとこ取りのように見えて、なんかこういまいちこう生かしきれてない感じがあるんです。でそれが岩盤浴とかこうちょっと、体を温める冷え性改善にはあまり向いていないのかもしれないなと思っていて、でそれってこう人間って一定1年通してだいたい体温って一定保たれるじゃないですか、36度前後ぐらいで。それって人間って高温動物だからなんですけども、暑いところとか岩盤浴とかで体で何が起きてくるかというと、暑いところにいると汗はかきますよね。でその汗かく理由としては体温を下げる役割で汗をかきますね。はい、汗かいてその気化熱で体温を下げると、はい、で上がりすぎないようにするため、一定を保つために、そういった機能があります。はい、ということは冷え性の方は自分で熱を作る力、体温を上げる力が、弱いんですけども、それが、暑いところ、そういった岩盤浴とか、ホットヨガとかの環境ですと汗勝手にかきますよね。暑いから熱を外からもらっている状態で汗をかかされている状態になるので、体の機能としては自分で熱を作って代謝を上げているっていうのではなくて、逆ですね、熱
を下げる力が強くなっていくと思うんです。なので冷え性改善でやりたいこととは逆ですよね、うん、なのでちょっとムムムっていう感じはあります。はい、汗かかされている状態と汗を自分でかくのとはちょっと違いますもんね、うん、であと注意しないといけないのが冷え性の方の多くで貧血も合わせて、貧血持ちの方もいらっしゃいますね、はい、で貧血の方は汗をかくことによってその体内のミネラルとかが失われていくので注意しないといけないです、はい、うん、体調がこう悪くなってしまう可能性もあるのでそこは注意ですね、はい、っていうことが冷え性に関して。なんでこう代謝は逆にホットヨガとかで上がることは可能性としては低くて逆に代謝を下げてしまうことにつながりかねないんじゃないかなと思ってます。はいでサウナとかですねああいっただいたい90度ぐらいですか、あんまりサウナ自体こうちょっと息苦しいような、ところは個人的にあんまり行かないのでだいたいまだ90度ぐらいだと思うんですけども、ドライサウナ、うん、ああいったところだとこう10分もいられないじゃないですか大体でそういった環境だとこう体は逆にこうミトコンドリアとかそういった細胞が活性化していって冷え性改善には効果が得られると思ってます、はい、またサウナの場合は温めてから、水風呂に入って体を冷やすじゃないですか。でそれがすごい大事で、そう温めて冷やしてっていうことで細胞が活性化していく、冷え性に改善が、効果が得られるですよね、はい、なんで岩盤浴とか、ホットヨガとかだとちょっとその効果が薄いというか、温かいぐらいだと、冷え性改善には、結びつきにくいのかなと思います、はい、で、それはまあ岩盤浴に対して の効果っていう感じなんですけど、ヨガですよね、ヨガってこう自分の体と向き合う、まあ、前回の動画のワークインっていう感じでお話しさせていただいたんですけども、心と体を、まあ、つなげるものがヨガですよね。で、そのヨガにダイエット効果を、求める、まあ、それで何キロカロリー消費したとかそういったことを求めるのはちょっとこう、ちょっとこう見当違いというかそこを求めちゃいけないのかなと思いますね、はいいかにこう自分の体と向き合うことが大事な時間ですよね、ね。そうなんですよ。だったら普通の、ヨガでいいんじゃないかなっていう感じはしますね。何もああいうね暑い状況でやらなくても筋力をつけたいっていう場合はそれでこうヨガを通じて体の使い方とかをこう分かってきて、まあ、体も柔軟性が上がってきてそれでなんかこう筋トレをすることでこう効果が相乗効果として得られるっていうのはあり得るとは思うんですけど、ヨガ単体でのダイエット効果筋力アップっていうのは、ちょっと負荷が 弱い気もしますね、はい、その冷え性の改善の話に戻るんですけども、冷え性改善には自分で体
自分の体の中でこう熱を作り出さないといけないんですけども、そういったダイエットとか食事とかをちょっと制限していたりすると、体の中でこう燃やす燃料が少ない状態になりますね。はい、でそうすると熱を作り出すことが、できないので、冷え性改善とかにはちょっとこうおすすめしないというか、まずそういった冷え性とかをしっかり治してから、ダイエットするなりなんなりするなりってしていかないと、そういった冷え性だとやっぱり風邪ひきやすい、体調崩しやすいっていうのがありますしね。健康に関わることになってくると思うので、まずそっちを、改善していかないととは思います。はい、でどうやって改善していくかっていうと、やっぱり食事が大事ですよね。しっかりその燃料となる、糖質をちゃんと摂るですね。あとは、タンパク質でも熱を作ることが、できるので、タンパク質もしっかり摂る、糖質とタンパク質、栄養のあるものを、摂取して運動する。で運動もそういった、なんでしょうね、最初はこうヨガとか、ピラティスが割とワークいいんですよね。体と向き合うっていうことから始めるのもいいでしょうし、筋トレをやってみるって、筋トレでこう筋肉をつけるっていう運動もすごい大事、ですね。糖質をどちらかというと糖質をこう使う、冷え性を改善していくっていうのは筋トレの方が向いているかもしれないですね。筋トレとかちょっとこう、強度の高い運動をすると糖質ってうまく使えるようになってくるので、そういったところですかね。で有酸素運動は逆に脂肪ですね、脂質とかこう使っていくので、冷え性改善には結びつきにくいと思います。はい、なので、ホットヨガに関してですけども、どうしてもやりたいとかやってみたいとか、そういった興味が出てくる、ある人はどうぞやってみてくださいと。否定はしないですね。はい、否定する権限もないですし、その意見は尊重します。でもし、冷え性を治したいんですとか、体質変えていきたいんですっていう方でご相談来られてきたら、そういったことも説明して、で冷え性にはあんまり、冷え性改善にはあんまり向いてないかもしれませんよとか、はい、もっとこういった、現状を説明して、運動こういうふうに、食事こういうふうにっていう説明をした上で、はい、決定してもらえたらなっていう感じですね。はい。ということで、今回はそのホットヨガに関して私の意見を述べさせていただきました。あれ、助手は眠たそうにしちゃいました。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。またね。